次の日の朝になりました。おはようございます。見てください、これです。お、今日はどういうわけだかここに見慣れないメンバーがいます。これ誰でしょう。お、昨日散々活躍していたゲロイカの T さんです。じゃあ深海5メートルがゲロイカの T さんの布団の中に先行します。でで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 で、今見える、それがゲロイモです。ゲロイモ、ゲロイモ見てください。臭いです、いか臭いです。もうこれ以上前には進めません。あれ、いやー臭かった朝から。じゃあ今日も釣り行くぞね。よし、うん、どうだ天気。ちょっと天気を見てみましょう。あ、まあまあの天気です。風もありません。やったよ、やったー。ああ、でもなんかお腹いっぱいで朝ごはん食いたくない。なんでだろう。原因はなんだかっていうと、それは分かっておる。ね。前回の動画を見ていただけば、なぜ私たちが朝なのにお腹減ってないのかは分かります。でーん、やってきました。それで、2日目。ね。昼間の釣りはここだ。おとまちこ。ここで何これ。え、これ持ってきた。あ、これペンの形のやつだ。ちょっと出してみてよ。あ、これ知ってるよ、これ知ってる。ペンの形のやつだ、出せよ。出してみろ。あ、これ。俺もちょっと買いたいなって思った時期があったんだよ。伸ばすとこんだ。あー、これほら。これでもってさ、ほら、ねとか言って、ここの部分がカバンの入り口、チャックでありまして、みたいな、なんかさ、差し棒にちょうどいいような。これ高い？いくらすんのこれ。これ、1900円。ああ、まあ、長さの割には結構高いんだ、これ。これでリールつくの？リールつきます。あ、リールつける、リールプレートがあるんだ、ちゃんと。ほら、リールプレートあるんだよ、ここに。リール。でもこれ、専用のリールじゃないとつかないんじゃない？そう、こんなに薄いの。あ、すげえ。ラインにいくつ巻いたんだ。両軸リールだ。わかんないよ。ラインいくつ巻いたんだ。わかんない。覚えてても10年前だから買ったのが。ここでも水深15メーターぐらいあるから、これ足らないんじゃないの？そう、足らないと思う。なんかね。でもチューブラリンでもってこのヘチを釣ればなんか釣れるよ。なんか釣れた。ちょっとこれつけてみてよ。あ、いいな。これでやんのか。いいでしょうこれ。話のネタにな。そうか。これね、リール込みで1000いくらなの？逆だ。そうそう、リール込みで。なんかリールなんかちょっと良さそうじゃん。削り出しみたいな感じで。いやね。なんかどうなんだろうね。俺も使ったことないから。使ったことないの？ないないない、もう10年間放置してたから。ああそれでちょっと魚影をかけたらいいな。ちょっとやってみてくれよ。おお、やりました。よっしゃー、話のネタにな。ネタ作りはもうね、任せとけっていう河原組兄さんね。やってくれよ。いいでしょ。俺もあれゲロイカの T だ。お、ゲロイカの お、すごい引き、すごい引き。お、これいいよ。ほらほらほら、お、ゲロイカ T が今こっち来ました。おっしゃー、イカだな、これはイカだな。引きの加減からして大体イカだよ、わかるよ。なんかね、もうゲロ吐きながら来てます。おっしゃおっしゃおっしゃ。お、これすごい。お、でかいでかい。青物か、なんか青物かもしれない。なんか納豆臭い青物かもしれない。でもイカだな、やっぱな、イカ臭い。うわー、だんだん匂いでわかります。イカです、イカです。うわー、うわー、これ巻くの大変な、巻くのすごい大変。おーし、うわー、来た、来ました。よし、最後引っこ抜くぞ。うわー、ここで折れちゃったりしたらもう笑い物。魚釣る前に折れちゃう。うわー、すごい。おー、来た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 。おっしゃ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 。やっぱりゲロイカでした。やりました。やったよー、キャッチー。お、なんかいいよこれ。全然ね、いけるいける。おっしゃー。じゃあ私はね、このシマノのレアニウム、それにメジャクラのこのエギザオ、これにだね、このカワハギの仕掛け、これをつけてたな。ちょい投げしてカワハギでも狙ってみようと思う。餌はね、この塩ジャリメ。以前に大磯港でちょい投げして余った塩ジャリメをな、これを使ってな、バシッと投げてカワハギか何かを狙ってみます。釣れたのはスズメダイだ。スズメダイでした。湖っぽいな。ちっちゃいです。メジナじゃん。メジナ。口太じゃない？まあまあの方だな。あ、お腹だ。お腹、ほら。お腹。もう結構いい方じゃん。35センチぐらいあるんじゃないの？ないですね。ないな。33ぐらいか。でも30超えてるな。うん。なんか活性高そうな色してます。思いっきり引き込まれました。おお。31センチ。おお。まあまあのサイズでした。早く釣れよ、早く今ぐらいのメジナ釣ってさ、その差を折るとこ見せてくれよ。待ってください、必ず釣りますから、釣ってくれよ。寒い、風が冷てえよ。もう私はね耐えられません。あそこにね、子供2人があの寒さの中でもって釣りやってるけどよ、大人の俺は無理だよ。寒い。もう車の中でね、このように私はほっこりすることにします。いつものようにこのマグネットにアゴラ貼って